い。ということで今回もやっていきたいと思います。くっそ頑張るわ。ということは、何で行くのがいいんだ、全くわからんぞ。背後から回るのが一番いいってことなんかな。痛い。一応背後やったら、てかそんなに、あれか。これで行った方がいいってことか。この羽を使って、痛い。羽を使って、こうひらっと動いて、で、後ろに回って切る。っていうパターンですか？それが一番って感じかな。で。後ろに回らんでも防御してない間やったらいけるんか。めっちゃなんか、時間が限られる感じやけど。怖い。吹っ飛ばされそう。怖いよ。めっちゃ一瞬しか攻撃できん。またなんか吹っ飛ばされそう。あー待って、怖い。超絶怖い。ダメだった。やめてよ、そんなに振り回さないで腕を。やったー、いけたー。見た目かわいいのにな。ちっこくってかわいいのにな。あー、よかった。妖精再び。あ、これが中ボスやったんやね、ここの。妖精、捕まえていこう。妖精を瓶に入れたら使えばいつでもハート回復。さあ、それじゃあ、ここ行くと、あ、ここから宝箱が取れる。え？そんなに甘くはなかった。あれ？ちょっと待って。この辺別にどこも、あれやんね、いけんね。切り替えスイッチはどこだ？切り替えスイッチは、どこだ？ないぞ。とりあえず一旦戻るか。困った時は、とりあえず入り口へ。さ、戻ってきたけど、どうすればよろしいのかしら。あ、ここまだ行けてないね。え、てかどこから行く？爆弾で壁に穴開けるパターンかな、これ。まだ他になんか繋がってるような場所ないし、この辺？え、どっから行くんや？ちょ、待って、とりあえず、どっから行けばいい感じ？とりあえずこの辺ってことかな。ゴーゴーゴー。あ、ここ思いっきりあるやん。爆弾で穴開けるところ。なぜ気づかなかった。ちゃんと見て。私ちゃんと見て。はい。あ、ちょっと待って。はい。届くかな。あ、いけるいける。あ、こんなところに。なるほど、スイッチ。スイッチを切り替えて元の場所へ。で、ここが行けるようになっとるけん。でもこれ鍵じゃないんやな。マジックロートを手に入れた。燃やせ燃やせ焼き尽くせ。やった。武器としても使えるよね。あ、そっか。ファイアロットじゃなくてマジックロット。なるほどね。はぁ、あ。はぁ、あ。いいね。あ、じゃあこれで、あれやないん。あのなんか、この辺、ここ、火がつけれるやん。興奮しすぎである。え、どれぐらい火飛ぶ？ああ、すげえ。すげえ。あ、そっか、ファイヤーロッドとかアイスロッドとかじゃないんか。いける？ああ、着いたー！嬉しい。嬉しい。さあ、これで鍵がゲットできるね。イエーイ。はい、鍵1個ゲット。小さな鍵ゲット。あともう鍵必要なのここだけってことかな。行こう。ゴー。確かね、入り口入ってここかな？
この辺りが、あれなんよ。めっちゃ氷がいっぱいあったところが、あったはずやけん。じゃ、そこに。別にこれ使う必要なかったかな？近かったか、普通に。まあ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 、でも、まあね。焼き焼き。待って、ジャンプも必要なんか。ってことは、違う、こっち。行くぜい。氷も、このマジックロッドでもう溶かすことができるってことやろ？進めるやん。やっと進めるやん。よし。はい、来た。あ、めっちゃ溶かせる、すげえ。いいね。ここは、普通に。違う。あ、なるほど、これで。よいしょ。クリボー落ちてきた。で、出てき、あ、あそこに鍵が使えるところが。なるほどね。はい。ん？何あれ？ボス？なんかこんな感じの敵前におらんかったっけ？気のせいかな。痛い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 。ちょっと待って。攻撃できるんかな。攻撃の仕方を迷うこと3分。てっ！く、いけない。初めて刺したよ。やっぱり後頭部というか、なんていうか、あれが弱点なんだな、きっと。くっ。ほら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 。てか、ジャンプで後ろに回れる。なるほど。これで。あ、いい感じ、いい感じ。ほら。ジャンプで避けて、後頭部を切る。オッケー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 。柔らかい部分が弱点なんすね。切れなかった。切れなかったよ。ええ、ちょっとちょこっち来て。来いよ来いよ。え？え？ちょこっち側に。は、来て。ああまだか。ちょっと行動パターン変わった？そんなでもないかな。でもそろそろやっつけれそうな気がするんやけどな。なんとなく回数的に回数的にく、まだか。結構多いね。5回ぐらい。今何回かちょっとわからんけど。おい、こっちへ来いよ。はい、来る。へい。まだか。10回ぐらい必要なんかな。へい。長っ。え、長っ。来い来い。ダメやった。ああ、自分で。はっ。ほっほっほっ。おっしゃ、いったー。ふぅ、やったよ。あ、妖精。この妖精は捕まえていこう。今そんな回復する回復に使うほどじゃない。よし、オッケーオッケー。さあ、ってことで。んと？え？どこに行けばいい？こっちか。全部埋めるパターンかな、これは。ぽいよね。行って、こう。あ、こうか。あ、行けた！はい！やったー！鍵や。イエーイ。お、ボスの部屋の鍵。ボスの部屋は一体どこですかね。ボスの部屋は一体、あ、あっこか。ん？ここは一体どう行けばいいんだ？とりあえず、一旦入り口に戻ろうか。あの場所一回行ったもんね、ボスの部屋の近く。はい、ワープします。ボスの部屋の近くは行ったんやけど、え、どこや？
どこや、こっちか。はい、こっちに進んでいきまして、で、あっち側に渡るんかな。はい、とりあえずこっち渡って、あ、回復しとこ、いいよ。で、階段。そっか、ここ通れんかったけん。いた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 。近くまでは行ったんやけど、ちょ、ここ、あの、階段のところまでは行けんかったんよね。あれ？ちょっと待って。どうやって行けばよろしいのかしら。溶かす。溶かして。で、ここ登る。あ、これでいける。あー、よかった。いけた、いけた。お、出てきた、出てきた。そう、ここをどうやって行くかなって思いよったんやけど、そっか、もう一箇所あったんよね。炎で溶かせるところが。ふう、行きますか。この先もボスのところ。頑張ろう。なんかより一層足場がないんやけど。ぽぅぽぅぽぅ、ここまでだ虫けらめ。セイレーンの楽器は貴様には使わせん。セイレーンやって、セイレーン。これ相手炎なんやけど。デグフレーム。炎でいけるんかな。どう、逃げ怖。どうなんやろ。なんか地面溶ける。いやー、ちちちちち。すら、あ、いけるやん。なにあれ、なにあれ、なにあれ、気持ち悪い。しまった。怖いよー。炎相手に炎でいけるんやな。これ、こんな状態の時も当てれるんかな。当てれん？あ、当てれる。マジか。じゃあ結構ガシガシいける感じかな。ていていていて。てい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 て。全然当たらねえ。あ、タイミング。クイ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 。あれ全然当たらんやん。正面からじゃないとダメとかそういうのある？もしかして全然、場所が違うんかな。へいへい。あ、全然いけるわ。痛い！ああ、痛い！落としたな。こっちが一番安全か。折れる場所は狭くても。痛い？あ、でも一応、盾でガードはできるけん。まあ大丈夫かな。びっくりした、終わったかと思った。一瞬もう終わったかと思った。いた。あ、盾で防いだら、炎も大丈夫。誰？なんか中身出てきた。痛い。ちょっと待って、スピードが上がった？当たりよんかな、これ。あ、当たりよるね、一応。赤くなりよる。はいはい。おー、いけた？やったー！なぜだ、貴様が来なければ何も変わらぬものを。風の魚は貴様には起こすことはできぬ。忘れるなよ。ここが夢の中だということをな。起こすことできないの？できるんじゃないの？あの先どうやって行くんやろ。越えれる？そこ。あ、越えれるんか。よし、行くぜ行くぜ。よいしょー。はい、ハートの器ゲットー。ハートの器を手に入れた。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。おー、いいね、いいね。太鼓や、太鼓。かわいい。遠雷のドラムを見つけた。ドラム。太鼓やって。何にも見分けがつかないので、こういう形のものはすべて太鼓。
あ、でもバチがあれか。え？でも太鼓もあんな感じ？いや、太鼓はもっと丸っこい？時は満ちた。聖なる卵が呼んでいる。聖なる卵、あの中心に、そびえ立っている。山の頂にある卵かな。なあ、一気に襲われる。怖い。やめてやめて。君たちもあれだ。マジックロットで。イエーイイエーイはい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、ってことはもういよいよ最終？楽器全部揃ったし、あとは卵の前に行って楽器を演奏するだけ？歌うの？演奏する？あれ一個全部で、ん？あれ全部一人で演奏するの？めっちゃ手いることない？それも問題じゃないんかな？